逆をやっていて、うん、もう忘れちゃって、うん、第一印象にかけるみたいな、うん、それで、うん、なんかちょっと希望というか、そう結構どうしようもない世界の中に、うん、この無知な青年ある日、虫が人になった感じで、で、だから閉じ込められてみたいな、家族がいなくなったらどうしようかな、そういう元が虫だったから、はい、これ何ですか？はい、ロクカフェロクジゲンといいます。10年前のジャズバーをリノベーションして使ってるので、うん、前の木の内装の雰囲気はそのまま残っている。この挑戦に対して一番古い。なるほど。で、40年前というとなんか村上春樹とかそういうなんていうんですか。そうなんですよ。ずっと40年前だったからやってるジャズバーだったので、村上春樹さんがピーターキャットっていうジャズバーと同じ時代のジャズバー。言っていいんですか。方の看板ですよね、はい、これは Rokujigenっていう日本で有名なグラフィックデザイナーの服部和成さんが描いてくれたサインですね。これは古い洗濯板を看板にして使ってますので、これもとても古い木材を使ってます。でもなんか下から通ったら全然ここにカフェあるとは全然分からないんですよね。1階と2階の間にある1と2分の1階に存在するカフェなので本当に隠れ家というか外側の人が分かりにくい。なるほど、はい、よろしくお願いします。どうなった？数万しかいただけない。壺が置きたすぎて壺の花火大会の話です。早く来い、オーラ。カプリで使えるような。それはって何を最初にするの？その人は最後いろいろ規制してくれる。そういう生産性の恋人をモチーフに小説を作っていきたい。でそれうまくいくのかいかないのか分かんない。本当にこの作品って実際この後うまくいくのかいかないのかすごいなんか考えさせられる。割と下品な感じ、まあ、特にこれ、まあ、女の人ですよね、すごい感じですけど、その辺の不安さと、あと男の人も、まあ、あるし、まあなんか、まあのまあ、自分はもう適当に、まあ、適当にというわけじゃないけど、今からなんかうまくやっていけそうだみたいなところもなんとなしに読めるし、まあ、これはそういうものを全て持っている。